で、一人ね、僕の塾生さんでずば抜けてた人がいたんですね。その一人の人っていうのが、ネットビジネスやるんだったら、勉強は絶対にやらないとダメでしょ。いやー、すごいなー。すごいなー。やっぱね、和田さんの話はやばいっすね。ああ、やばさー。まあ、第2部ですよ、後編。最後、和田さんが伝えたいこと。もう。いやー、すごい。本当すごい。和田さんは神ですね。和田さんは神ですね。で、僕ね、ちょっとセミ、まあ、さ、まあ、後半入る前にね、ちょっと気づいたことがあるんですね。後半を。いや、僕もちょっとまだまだだなと思って。ね、僕ね、ちょっとね、今セミナー、ちょっと前説とか、まあちょっとセミナーやってて思ったんですけど、やっぱ僕もまだまだだなと。あ、セミナーの講師やられたか、やってる人はどういうことを、思ってるかわかんないですけど、僕も前に立ってセミナーしてるんですけど、ね、目線がね、本当だったら、会場に来てる人たちの目をビラッて見て話さないといけないと思うんですよ。ね、目、よくね、目と目を見て話せみたいなのあるじゃないですか。だから本当だったら話してる、前に立って話してるんだならば、参加してる人の目をギラッと見てこう伝えていかないといけないんですけど、ちょっとね、恥ずかしくて目が見れないです。で、今度ね、こう改善ポイントだなと思いました。目をこう見て、そこですね、目を見てこう話すっていう、ちょっと学びましたね、今日。まだまだだなと。ちょっとね、恥ずかしい、僕も恥ずかしい時ありますからね。以上です。